興行情報下部の報道官を務めるゼアオ・ジッグオチーフエンジニアは19日に記者会見を行い、今年上半期の中国の工業と情報技術の発展状況について説明した。中国の製造業は上半期に質の高い発展のペースが速くなったと明らかにした。中国は先進的な製造業に大いに力を入れ、新製品は急成長を見せている。中国自動車工業協会のデータによると、上半期の新エネルギー車の生産台数は 42.4% 増加した。現在、中国の新エネルギー車の生産台数は合わせて2000万台を超えた。上半期、太陽電池の生産量は前年同期比 54.5% 増、工業用制御コンピューターとシステムの生産量は前年比 34.1% 増となっています。